今日はダルビッシュ有立ち上がりいかがでした？初登板と一緒ですよね、今年、まあ、ほぼ初実戦ですね。実戦ですよね、でもこのダルビッシュ選手はもう初回から飛ばしてると思いますね。3人で見事打ち取ってマウンドを降りていきます。そしてゲームが動いたのは3回でした。先頭カンベクホ、左中間を破っていくツーベースヒット。カンベクホはね、ヒット打ってベース離れタッチアウトになった選手なりましたね。気持ち入ってましたね今日はね、そして甘く入ったスライダーを見事レフトスタンドに持っていきました。ヤンウィジのツーランホームランで韓国が先制します。その後セカンドランナー1人置いてイジョンフ、ライトへのタイムリット、まあまさに天才バッター、その辺に見せてくれますね。これもダルビッシュ投手の球に負けずにね、やっぱメジャーが注目してるだけありますよ ね。 そうですね。韓国が3点を先制してゲームはスタートします。その裏追っていく日本、先頭源田よく見てフォアボール、続く中村悠平もよく見ましたね。ここはね、選球眼がねすごく良かったですよね、この2人。そして打順1番に帰ってヌートバー、センターへのタイムリット。ここでやっとこの日本の流れが、持ってきたなと。このタッチャン、達治やってくれましたね。そして西岡、この表情ですよ。もうね、一番アグレッシブ、そして2番近藤、これセンターへの当たりでしたが、打った瞬間ね、もうタッチアップ余裕だなと思ったら、しっかり振り抜いてね、外野オーバーでしたね。3対2、ついに1点差まで来ます。その後ランナー満塁となって吉田正尚、これもうまく打ちました。いや、もうさすがメジャー組ですよね。打つべく人が打つ、さすがです。ランナー2人帰ってきて日本すぐさま逆転に成功します。4対3、すぐ裏に逆転したというのが大きかったですね。本当にね、一瞬こう3点取られて、やばいなという空気を一瞬でね、打撃陣が取り返しましたよね、そしてゲームは5回です。2番手は今永、センターへの当たり、ヌートバー前進、ショートレフト追う中、ヌートバーダイビング、これはマジでやばい。そして5回、近藤圭介、ライトへ持っていきます。完璧。これね、鈴木誠也選手がね、怪我せずにもし選出されてれば、近藤選手スタメンじゃなかった可能性もあるんですよね。そうですね。その中で2番抜擢でタイムリーの後、今度はライトスタンドに持っていきました。これで5対3、日本がリードを広げます。最後は高橋宏斗が締めて、終わってみれば日本13対4で韓国を下しました。大勝した日本。そしてお立ち台ヒーローインタビューはヌートバーでした。達治、お母さんがね、毎試合見に来てるんですよ、このコメント。いや、これは心震えますね。熱いわ、熱い。これヌートバー選手が侍ジャパンを一つにしてくれてる感じありませんか？もちろん、誰かがコメントしてたんですけど、日本人以上に日本人だと。なんかね、この侍スプリットっていうのをなんか持ってそうな、献身性も含めて、日本人のファン増えたでしょうね。いや、そうですよね、さあ、そして今日は打順なんですが、左ピッチャーでしたが、変わらず左ずらっと並びましたね。でもここに選ばれるこの代表選手、もう左でも右でも関係ないぐらいのレベルの高さの選手なので、左右っていうのはあんまり栗山監督も、気にしてないと思います。基本的にはこのラインナップで戦っていくと予想されますか？もちろんそうですけど、その中でも打ててない選手もいてるので、やっぱこの短決戦っていうのは、実績とかよりも今調子がいい状態がいい選手を選んでいくべきだと思いますね。なるほどね、さあ、そして、今日は日本キラーのキム・カンヒョン選手が先発、ベテランでしたけれども、西岡剛選手も対戦してますね。はい、オリンピックの時に対戦して、すごくいいピッチャーですよ、背も高くて、上からしなやかで、もう投げ下ろしてくるまっすぐとフォークとチェンジアップ、スライダー、もう本当にね、もうベテランの域ですよね。もう今30何歳、4歳、5歳、34ですね、88年世代ですけれども、その時とイメージ変わってないですか？いや、変わってないですね。もうスタイルも変わってないし、もうどっちかというと技巧も使いながらレベルアップしていってますよね。レベルアップしましたか。初回のピッチング見てると、これ日本点取れないなと正直思ってました。ロースコアかなっていう空気ありましたよね。ありましたね。でも点取られて、その後にすぐ追いつくっていうのは、これも日本の今年の強さだと思います。2巡目で、すぐにアジャストしていきましたもんね。はい、さあ、そして今日は先発ダルビッシュ有投手でしたけれども、立ち上がりから印象は西岡剛さん、いかがでした？いや、僕たち日本人のファンですよね。ダルビッシュ投手だから大丈夫だろうという、こう気で
見すぎてるので、でもやっぱりこの、はい、昨日の中国と韓国のレベルの差というのはもう全然違うのでね、やっぱりそこの大舞台をね、ダルビッシュ選手は背負ってマウンドに立ってる姿っていうのは、はい、まあ、あの本人は多分ね、不甲斐なかったと思いますよ。あ、そうですか。やっぱりこうゼロを揃えて、試合進みたかったと思うんですけど、でもこれが野球ですよ。あ、なるほど、はい。まあ、その後の今永投手がしっかり抑えたこのあたりは大きかったですかね。まあ、そしてですね、西岡剛さんにです、せっかくなので、ゲームの、はい、ターニングポイント、分かれ目、いいですか、勝敗の分かれ目、はい、どの場面だったか教えてください。もうね、3回の日本の反撃となる、はい、やっぱヌートバー達治のヒットですね。達治のヒット、しかもね、最初初球バントの構えしたんですよ。あれサインですか。いや、ノーサインですね。あれノーサイン、多分、まあ、点差3対0で、ヌートバー選手からすると、はい、まずは点を取りに行きたい、日本に点を挙げたいというところで、はい、ワンアウト2、3塁で後ろに回したかったと思うんですけど、その表れですよね。栗山監督も、はい、いやいや、打って打ってやってましたね、やりましたもん、ね、はいはいはい、ちょっと見てください、はい、その時の映像です、はい、初球これサインだったかどうか、ターニングポイントです。ランナー2人置いて1番に帰ってヌートバー初球、多分ね、メジャーでもなかなかやらない、はい、あ、このね、はい、栗山監督の表情っていうね。その後フルカウントまで持っていってセンターへのタイムリーヒット。いやー、粘り強いですね。もうあのこの大会のキーマンですね、日本の。そうですね、はい、やっぱり日本野球、日本のスタイルにも合うタイプの選手だということですか。そうですよね、まあ、メジャーでは、ね、2割2分ぐらいしか、ね、成績残してないんですけど、本当にまあ僕たちも情報があんまりなくて、はい、どんだけ活躍してくれるんだろう。そうですね、はい、でも想像以上の活躍をしてくれて、もうヌートバー様様です ね、 ヌートバーのチームになってる感じありますよね。ありますね、侍ジャパンイコールヌートバーという感じしますもんね、はい、